ティアマットは、スウェーデン出身のヘビメタルバンド。結成当初は、ブラックメタルをプレイし、デスメタル、ドゥームメタルから、ゴシックメタルへと変遷している。創始者、ヨハン・エドルンド2008年1987年、ヨハン・エドルンド、ヨルゲン・スルベリ、ステファン・ラゲルグレン、アンデシュ・ホルム・ベリで、ブラックメタルバンド、トレブリンカを結成。1989年にデビューアルバムの自書。 制作開始。録音後、ラゲルグレント・ホルムベリが脱退。これを契機に、バンド名を、ティアマットに改名する。1990年に、イギリスの CMFT プロダクションズから、ファーストアルバム、スメリアン・クライをリリースしデビューした。バンドのスタイルは、エドルンドのリーダーシップによって、シュメール神話を、歌手のテーマにし、マーシフル、フェイト、キャンドルマス、ピンク・フロイド、 キングクリムゾンの影響を感じさせるデスメタルスタイルになっている。この後、センチュリーメディアレコードと契約。1992年、スルベリが脱退。オリジナルメンバーは、エドルンドだけとなる。1994年、ホースアルバム、ワイルドハニーをリリース。このアルバムは、当時の主流にないサウンドとして話題になった。翌年には、バケンオープンウェアに出演。 1997年、フィフスアルバム、A.D. p ー r Kind of s l バ m b e r をリリース。この後のアルバムは以前プレイしていたような、エクストリームメタルの路線をやめ、ゴシックロックの方向へと進んでいくことになる。最近のアルバムは、シスターズ・オブ・マーシーや、ピンク・フロイドの影響が見られるものとなっている。2007年に、ドイツのニュークリア・ブラストと契約し、翌年、ナインスアルバム、 アメネスをリリース。アルバム1枚で、ニュークリアブラストから離脱し、オーストリアのナパームレコードに移籍。2012年にテンスアルバム、ザスカードピープルをリリースした。2014年、創始者のヨハン・エドルンドが健康上の理由により、休養。バンドは、活動を停止する。2015年、新アルバムの制作を開始し、活動再開を公表。ありがとうございます。